アッシュと魔法の筆、始まったね。早いね、降りんのね。アッシュさ、運動神経も良ければ絵も描けるわけでしょ。じゃあね、ルナ。別にいじめられる要素。ルナ行ってくるよ。あ、ルナはあそこに残るんだ。あ、フリーペイントモードが使えるようになったって書いてるね。森の湖ブラシセットが解放された。なんだこれ。何？新聞を集めるとデンスカの歴史がわかるよ。僕の絵はあいつらのと違うのにな。何？不良たちの落書きで、そういうことね。まあでもやってることは変わんない気がするけどな。いい絵ではあるけども。まあいいや、漁港へ行くか。うわ、あのクソガキにまた会うんだろうな。クソガキどもに。あ、いじめっ子が邪魔してくるなら、気を散らせる？へえ。あ、で、戻ってきたけど、いじめっ子いるか？いじめっ子。最初は魚市場に向かうってことだね。なるほど。あ、魚市場に、なんか紫のモヤモヤがあるから、それを、あれだね、絵描いてまた、街を明るくしていこうって。アシカのセシル、最後に見たのっていつだっけ？アシカのセシル。そっか。結構ここ栄えてたんだね。なんか、観光名所みたいな感じだったのかな、この場所は。ここ乗れる？あ、乗れた。アシカいる？いないね。他のみんながデンスカを諦めたって、僕は信じる。あそこにいたんだね、アシカ。いけないね。いけないね。無理か。だからいじめっ子いんのかな。絵がある。何？だー、いるよ、あいつら。いや、ちょっと待って。何やってんの、あいつら。二人乗りで世紀末やってるよ。うーわ。ねえ、もう絵の具で目つぶしし逃げようぜ。ダメか。ちょっと待って。てか、アッシュマジで身体能力高すぎない？どこに当てたあいつら。もう何やい。うわ、ほっときなよ。イラつかね。お前らがイラつく。もうやばい、もうやだよこいつら。もういいよ。もうやだ。ベアトリスって名前なんだ。あれ、ベア、ザック。とりあえずこれで逃げたけど、あいつらまだなんかさ、ロード画面中に追っかけてくれって書いてたよね。なんか逃げなきゃいけない場面とかあるんじゃないのこれ。カモメさんいるね。こっから始めよう。何を絵描くの？絵ってどうやって描くっけ？あ、これか。リセットが三角だよね。オッケー。で、なんか、何書くの？ここら辺に。あれ？どうやって書くんだっけ？アルツだっけ？あ、こうか。この明かりはついた。なるほどね。どの明かりをつけたかを地図で確認できるよ。わかったよ。シェアじゃねえや。間違えた。シェアだったら危ないな。スタートね。なるほど。そういうことね。白いマークあるから、そこにつけていく感じだ。はぁ、なるほどね。わかった。よし。まあ、とりあえずだ。もうちょい書こう。なんかいいね。なんかただの草がなんかめちゃくちゃ綺麗になんない？ここら辺の。元からこんな感じだっけ？ちょっともうちょいここ書こうよ。一気に台無しにした感あるけどね。なんかさ、なんかさ、ここら辺の草木もなんか綺麗になるんじゃないの？これって。そういうことじゃない？あれ、こっちの方がどうなんだろうね。こっちもなんか書かないといけない感じなのかな。オーロラだけやってよ。あ、待って。できた？これだね。オーロラ、窓に書いちゃった。これ何なんだろうね。これって絵の具で書いてんのかな。絵の具かな、これって。もう完全に映像だよね。すごいね。AR 技術使ってるよね。技術って言えなかった。あれ、ここもかな。何？お友達。これは書いた覚えがあるよ。またなんか、なんだっけこいつの名前。やばい、忘れちゃった。あれ、ケンスカだっけ。あれ、プチプチ。名前、あれ、何、ま
待って、分かって、ごめん、なんかちょっと離れようとしたらなんかくっつけてきた。何？あ、また作んのか、怪物。これ何？どういう感じ？ポテンシャルありだね。なし。下から上もできるの？なんか竜みたいになるけど。ダサいな。どうしようかな。逆にしてみたいな。逆にね。この場合ってさ、逆さまになるのかな？このままになるのかな？どうなんだろう。どうしようかな。これは？ピカって光んない。ここまではいい感じ。ここまで何もやってないけどね。すっげえ細長くなっちゃった。そうだな。試してみよっと。ニョロって入って、なんかやだな。なんかパターンが同じになっちゃうな、これ。どうしようかな。じゃあ今度の角これにしようか。角。あれ？あれなんか細くない？あれ？ちょっと待って。違う。ありかも。ありくない、ありくない。命を与える資格か。こいつで行こう。なんか途中でパーツ変えられたりしないかな、こいつの顔。でも喜んでる。あ、手と足もあったし。何？あ、電球、光らせようねって。分かった。これで分かった。何？普通に光らせればいいか、感じかな。そうだな。なんかこれなんだっけ。こういうやつだね。何やれて。明かり、こういう感じつけんの。違う、あれ違う、何やんの。これ逆か、こっちか。何やってたんだろうね今。どれのこと言ってんの。こいつは何を言っているんだ。やばい、言葉がわからない。やばい、言葉が通じないと。あの闇が嫌いなんだよね。これか、隣だったね。全くこっちじゃねえじゃねえかよ。もうちょい分かりやすくちゃんと。ファイヤー、分かった。火書いてあげるよ。火。どうも。これでやるか。もうええんじゃないな。で、何？今度は何？どれ？なんだっけ？綿？綿？これね。喜んだ？オッケー。それよかった。じゃあこっちやるね。こっち光らせればいいんでしょ、とりあえず。じゃあ新しい方がいいか。スーパーペイントを使わないと。スーパーペイント使うんだね。スーパーペイント使える？まだ溜まってない。溜まってるか？溜まってんな。溜まってる。よし、スーパーペイント。スーパーペイント。これなんだろう。スーパーペイント。水が溜まっちゃった。なんか一気に世界観変わった。何？いいのこれで。適当にやってるけど、これ大丈夫かな。あれ？スーパーペイントがない。どうしよう。あれ？またこっちの方行きゃいい感じ？ありがとうね。吸収。そうだ。またなんか足が変なことやりだした。待って。またこっちもこれやりだせばいいのは。ここには書けない。ここには書けない。でもスーパーペイントを使えばいけるんだ。どうしよう。てか、これすぐに書かないとダメか。なんかとりあえず適当になんか生やしていこう。なんか草木を生やそう。そして星空いっぱいに。オッケー、いいんじゃない。でこっちも星空全然やってなかった。オーロラ。やばい、待って、充電させて。ありがとう。充電が。USB 端子で繋がれる。スーパーペイントポイント、イエーイ。これで大丈夫？もう。水張らせよ。水。とりあえず水張らせればなんとかなる。これで OK？ できた？喜んだ？大丈夫？喜んだ？まだあった！ほい！ほい！ほい！草生えたわ。最初は良かった。最後になってくるにつれてだんだん雑さが。そうだね。あっちの方は綺麗だったんだけど。だんだん適当になってきちゃったね。こっちの方が綺麗だったね。向こうだね。こっちからもうだんだんもう、やばかった。何やってんの？星空やる感じ？いいよ。星空を。どうかな？いい？喜んだ？
ありがとう。うん、めっちゃ喜んでんね。なんか最初はめっちゃ怖かったけど、なんかちょっと可愛くなってくるよね、ここまで来るのね。で、何やりゃいいんだ。これなんか意味ありそう。なんかあるね。何これ。あ、なんか星空やる感じ、これ。そういう感じかな。あ、ここら辺にピカーンって、え、これここにやればいいの、え、そういう問題じゃない、え、違うの、この、なんかこの星の感じ、なんかチカチカしちゃったじゃんこの場所ここだけがチカチカしちゃったじゃん。あ、なんか調べるものある。何これ、バツ。あ、これも新聞かな。うん、デンスカー環境汚染により年内に、環境汚染ってこの、え、紫のこと言ってんの？紫のこの、あれ、今ないけど。そっか。さっきあの壁一面紫だったよね。あれが環境汚染ってことなの？かな？で、俺はな、今何やろうと。ゾーン。あれ？これなんか光ったの？あ、そういうことか、そういうことか。呼べばいいんだ。ね、こっち。こっち来て。これか。そういうことか。やばい、何も。あいつを全く生かそうとしなかった。誰いないし。何？遊ぼうって？何？遊ぼう。何？え？何？遊びたがってる？何が？何したいの？え？あ、これ？これなんかしたいの？え？何？遊ぼう。え？これなんか意味が。うん、なんか意味がある。あった、なんかボールある。あった。これか。え？いける？うめえじゃん。アッシュ、いじめられる要素ほんとねえよなこいつ。てかバウンドしねえしこのボール落ちた。え、あ、待って、今耳、ええ、ちょっと待って聞こえすぎるんだけど、ね、アッシュ何、どうしたお前、疲れてんな。あったかそうだな。あったかそうだね。ちょっと一旦こっち来てくれ。もうこっちがこっちメインなんだよ、こっち来て。もうあれ、てかさ、これ怪物さ、なんか書き直せたりしないのかな。うわ、すんげえ燃やすね。ありがとう。怖っ、逆に怖いよ。うん、デザイン選択、なんか怪物書き直せたりしないのかね。うん、なんかあれ、あ、この3つか。あー、そっかそっか、まあいいや。オートショップ。 あ、うわ、またあの悪ガキどもふざけやがって。出てくんじゃねえよ、シャシャリ出てくんじゃねえよ。どこに逃げよう、ふざけやがって。めっちゃ近いのに気づかねえんだな、すげえな、アッシュ。アッシュやばいな。え、あ、ちょっと待って、あのページちょっと、てかあいつら気をそらそう。え、気を散らす、あー、十字か。おい、こっちだよ。こいつらバカかよ。あ、待て、おい、アッシュ死んじゃう、アッシュが死んじゃう。待って、飛び降りねえ。待って、え、戻ってくる前にあれを取ればいいか。いける、いないし。行こう。え、ん、待って、大丈夫、新しいもので、あ、ここら辺にもつけられんだ。あ、オッケー。ここら辺につけられんだね。で、ちょっと絵描いていこうか、ここら辺にも。あったここら辺ね。ここら辺にも、なんかいろいろ描いてみようか。なんか、あ、何これ、太陽。あ、太陽さんさんと照りつける、風が止まない。何言ってんだろう。やばい、もう頭がおかしくなってきた。もともとだな、ごめんなさい。これで海みたいな感じなんだね。トンボを生やすって言わねえか。うん、草木を生やし、生えない、草木が生えない。え、これは、あー、いいね。へえ、でも種類的には何、なんかいろいろ使っていいよ。なーんかまた汚い壁。スーパーペイント使おう、スーパーペイント。なんかあるみたい。スーパーペイント。うおー。今がチャンスだ。いけー。森を生やせ。
いけー、うおー、気を生やすんだ、うおーいしょ、うーん、これこれで、ういういうい、そして上にオーロラをかけるんだ。スーパーペイントがなくなった。スーパーペイントがなくなっただって。うん、まあいいや。アシファン、センスのかけらもないね。あれ、なんかある。え、何があんの。ガキどもの声がするけど。あ、なんかある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 。あいつらか。うおっと、バーッ、うおっ、あーやろう、てめえら、ザイヤーって普通にいるじゃねえか。やめてやめてやめて、来ないでやめてください、ごめんなさい、僕が嬉しい。もう何もいじめる要素なんてないじゃないですか。君たちよりもこっちの方が才能あるじゃないですか。待って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 、死んじゃう死んじゃう死んじゃう、はいはい、ほら、ま、何もできない。やめて、うるせえ、黙れ。ちょっと待って待って、ほら、うおー、何やってんの。やばい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 、何もできない。待って、あいつら何やってんの。こっちだよ、こっちこっち。おい、マルケ君だ、おい。てめえら結局捕まえらんねえじゃないか。やっぱ運動神経も上もかけるヤッシュの方が絶対に上だろ。捕まえてみたらどう。捕まえてみろよ、おい。こっちだよ、こっち。え、登れる。アッシュすげえな。普通にアッシュすごいよね。あっちもドロドロあんじゃん。捕まえてみな、こっち捕まえてみな、バカ。待って待って、飛び降り飛び降り、よし、うん、あれ待って、ここら辺なかった。あった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 、ほら、大丈夫大丈夫、バレないバレないバレない、あいつらバカだ。大丈夫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 。バカ。よいしょ、ほいほい、あ、間違えた、飛び降りちゃった。よいしょ、あいつらほんとバカじゃない。え、ねえ、本当にさ、あいつらが足をいじめる理由がよくわかんない。才能に満ち溢れたバッシュって言いそうになった。アッシュが妬ましいんだろうね、多分ね。あれ、これもドロドロじゃん。黒いけどもっと淀んでる。うん、スーパーペイントでもあれは消せないかも。あ、そうなの。あ、じゃあこれはまだダメなんだ。他の分かりつけてからこれはやんないとダメなんだね。了解了解。じゃあちょっとさっきの元にとこに戻りたいけど、あいつら邪魔だな本当に。え、あいつら本当クソ邪魔じゃね。ここ。ああ、上にあるな。一枚あるぞあれ。待って、こっから飛び移れるか。うわ、すげえなアッシュ。本当にすごいね。え、アッシュやばくない？なんかこれ傘緑に見えたこのシミ。ねえ、アッシュすごくない？本当に。え、アッシュって本当にいじめられる要素なくない？で、あいつらどこ行った？ちょ待って、あいつらちょっと本当に、いや、今いないもんな。いた、いたいね。大丈夫大丈夫、アッシュなら大丈夫だって俺は信じてるから。オーロラをかけよう、そして下には草を生やそうじゃないか。うわん、草か、これ草か、草生えるってやつかな。うん、アシファン、ファン、蝶々、蝶々が舞う、そんな季節、蝶々生やせ、蝶々生やすっていうか、言わねえな。やばい、近くに来るの気づかなかった。めっちゃいた、めっちゃいたけどいいや、大丈夫、なんとかなる。あれ、ここにはないか。やべ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 、無駄。とりあえず蝶々、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 な、何来た。この距離でバレないんでしょ。バレないって、どこにいたって。あれ、残ってるかな。あ、なんかあれ、あのマークまだ書いてないよって感じ。まあ、いや、一回書いてみようか。蝶々蝶々だらけになるけど大丈夫かな。え、ここら辺かな。待て待て待て、あ、下じゃねえかよ。できたできたできた、よかった。上にもあるね。こっちの方、こっちに書こう。あいつらずっとあそこにいるんだな。あそこでずっとタムロしてるからここには来ないんだな。これ新しいやつよね。新しい、あー、よさげ丸。え、すげえいいねこれ。あれ、スーパーペイントがないと書けない。スーパーペイントがないと書けない。
あー、いいね。え、風流、風流、風流。あー、世界観変わっちゃった。センスねー。やばいやばいやばい。とりあえず、なんか間違えたらオーロラ貼っとけばいいみたいな、なんか俺の魂胆バレちゃうじゃん。助けて。助けて。来て。ねえ。助けて。助けてくれー。あ、いだいだいだ。こっちこっち。こっちだよ。来い、来い。え、待って。何？あー、木生やされて。わかった。オーロラ、これでいいか。スーパーペイントプリーズ、オッケー、テンキュー。おい、何やってんの、ワッシュ。やめて、もうそういうこといいから。ちょっと待って。どこにいても掴みたがるな。蝶々の主張がやばいな、これ。あ、いいな、これ。これじゃあ、蝶々をかければなんとかなる。芸術のかけらもねえな、これ。スーパーペイントが切れた。で、とりあえずいろいろやって、向こうの方だな。上の方をやってないね。あー、ここね。あー、こっちもやってないな。で、じゃあ、トンボにしよう、トンボ。反対側、トンボだよ。センスなんてどうでもいいのさ。なんか、なんか、蝶々よりさ、蝶々の方がやっぱいいな、これ。うん。やっぱ蝶々だな。やっぱ蝶々が一番最高だよな。あー、やっぱ蝶々。トンボなんて時代遅れだな。うん。これでいいんじゃない？あー、かかったかかった。で、あとは、あれだね。待ってね。右上かな、右上かなって言ってた。右上だよね。うん。で、あそこにガキいるから。あー、で、ちょっと待って待って待って。あれ？どこいる？あいつら。あいつらじゃねえ、お友達。あれ？何これ？鬼ごっこのつもり？鬼ごっこのつもり？でーって。おー、ちょ、ありがとう。意味ありそう。意味ありそう。うん。ありがとう。ありがとう。で、こっち側もだね。いっぱいあるもんね。うん。じゃあ、こっちにも、絵の具たっぷり。やっていこうか。まずは下に草原を、そして草を生やす。草生えるってやつだ。でかすぎるな。ちょっと待って。こんな感じ、こんな感じで木を生やそう、真ん中に。うん。ああ、え、うん、違う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 。ああ、でもなんかいいね。こんな敵、こんな芸術に富んだ才能を俺が持っているとは。俺の絵じゃないんだけどね。よしとし。あ、これこれいい花、これいい花、これ大好きな花。ここここ。あ、いいですね。あ、綺麗、綺麗。あ、集中力ってトロフィー手に入れた。あ、でも綺麗。え、待って待って待って。え、めっちゃ綺麗じゃない。こうやって見ると、あ、ここちょっと待って、サムネにしよう。どこ見てんの？